あんま単純に一番好きな作品、太宰の中で一番好きな作品なんですけど、あのこれ放送だけ言いますけど、太宰の中で一番好きな作品って言ってるけど、チラシの漢字間違えてるんですよ。なんチラシの、チラシの漢字書き込みの漢字違うので。あ、そうなの。これ恥ずかしい。でも一応あのもっと難しいじゃないですか。これ恥ずかしいんですけど、じゃあ言わない。でもね、一番好きなで本当に一番好きなの、高校生ぐらいの時初めて読んだんですけど、その時からずっと気づかなかったけど一番好きなんです。この気持ちだけはあの言っておきたい、言っておきたい。漢字間違えてるけど本当に一番好きな作品です。愛なのかなと何かのこう境目にいる人間の話だなって僕は思ったんですけど、その別に愛が大事とかそのこっち側のものが大事っていう話でもないんですけど、あれは何だろう、ある理想なんですかね。でもなんか人間感情の理想みたいなのがある気がするんですよ。いや、あんまり何だろう、幸せな話じゃないですけど、うん、なんか走りメロスとか箱根行ったりとか、そこに現れてる感情の表出みたいなのが、なんか太宰の憧れではっていう。確かに何か初期の作品とか、初期、多分私は初期とか後期の方をよく読んでたんですけど、何か何を読まされてるんだろうみたいな、太宰の俺はうーこうでうーでああみたいなのを、そう、何だろうって思ってたけど、確かに駆け込み訴え今回やるってなって初めて読んだ時に、あ、ちょっとかっこいいなと思ってすげえかっこいいなと思ってちゃんと読ませるようになった何だろう、それ素直なところがある。あ、なるほど。作品に、うん、で素直さって多分憧れなんだろうなっていう、太宰の。なんかずっともうずっとこの人のこと嫌いですって言い続けて、で最後の1ページぐらいのなんか、わ、やっぱ好きかな、あ、やっぱ嫌いみたいな勢いが、何回読んでもここだけめっちゃ面白いなジェットコースターめっちゃ上がったのバーンと降りるみたいな終わり方はすごいかっこいいなって思います。長山さん、あ、梶田先輩、どうも。振り切ってしまいました。そっか。最近はずっと一緒だから、たまには一人になりたいよね。いや、別にそんなことないです。そう？ちょっと鬱陶しくない、あの子。でもゆきちゃん優しいからな。私は優しくなかった？いや、勝田先輩も優しいです。ありがとう。前回あの三鷹で星ホールでカーテンやらせてもらって、あれは割と我ながら後から考えるとかなり奇烈な作品だったなっていう気はしてるんですけど、今回もなかなか奇烈奇烈わざわざしようと思ってしてるわけじゃないんですけど、なかなか奇烈になりそうですね。あれも筋には沿いそうだなっていう感じは、原作のあれのまま筋には沿いそうだなと思う。まあ、原作の筋があるかないかっていうと、あんまり筋自体は感情の本流みたいなので、結構、まあ、ちょっともうちょっと清少さん称してるんですけど、今、いや、モデルで、モデルで言うと、カヤパ、カヤパ、司祭カヤパ、ユダヤ教の司祭で、マルタ、マリアっていう姉妹ね。まあ、だから書き込むって原作中には多分ほとんど3人とも、ほぼ名前ぐらいしか出てこない人物ですけど、それを元の聖書を参照しつつ、ちょっと膨らませて、人物として立ち上げていこうと思っています。原作の話した時も、原もう聖書が原作って思っちゃってるところがちょっとあります。ちょっと近い、あ、そうですね、うんうん、まあ、書き込み自体も
あの聖書に沿ってるので、うんうん、エピソードっていうか、まあ、ユダが語る内容はいくつかの聖書のエピソードから取って喋ってるから、まあ、当然そこは取るし、それ以外も入れていく。独特な感じ。そう、独特っていうか、そんなにみんな、わーし仲良くしようぜって感じもなければ、なんか、いや、私はもう一人でやりますんでみたいなのでもないし、なんか本当に喋りたい人は喋るし、笑いたい人は笑うし、黙りたい人は黙るし、すごくみんな全然違うことしててもみんな自由みたいな、なんか稽古ちゃんとしてればそうみたいな。そうですね、自由です、ね、自由な職場ですというか自由な印象です。そしたら、ハサミは何です？ああ、はい、これは、お世話的に気にしない、気にしない、見えてはいない、見えない、市議会選、市議会選というのは国政選挙に比べて母数が少ないから一票の国が段違いなわけ。だからこそ私たちがボランティアのクソなわけ。さん、先生行っちゃったよ。ああ、草の根まで行きますか。草の根まで行って、はい、結構2分でも2分ですから一票の国が段違いなわけ。だからこそ私たちのボランティアの草の根活動が非常に重要になってくれる。すごいじゃないですか。行っちゃったよ。皆さんお久しぶりです。日本のラジオの安藤です、カーテンの際はご来場いただきありがとうございました。今回も頑張りますのでぜひいらしてください。安藤慎介でした。はい、自分が初めて見た、日本のラジオがちょうどその三鷹でやったカーテンという作品だで、それからその時見た時にいろいろと衝撃を受けまして、なんかわあすごい作品とすごい団体だなって思った感覚を今度はこう自分はこっち側にいるので提供できたらいいなと思っております。よろしくお願いします。カーテンの時もそうだったんですけど、あのなんていうか、せっかくの三鷹をこんな使い方するんだみたいな、あのちょっと本当にそのキテレツな、あのなんだこれはっていうあの感想をもしかしたら抱かれる、あの本当眺めてて不思議な趣のある舞台になるかと思いますので、はい、どうぞ見に来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今回もですね、すごくあの個性的なキャストに恵まれまして、その個性的なキャストの使い方がどうなのっていうようなびっくりするぐらいの感じに仕上げていきたいと思いますので、ぜひともご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしてます。